アメリカ椿大神社は、アメリカ合衆国ワシントン州にある神社である。日本の椿大神社の分社であり、日本の椿大神社と同じく、サルタヒコ大神を取材神とする。1987年、戦後北米初の神社として、カリフォルニア州ストックトンに、アメリカ椿神社として創建された。2001年より、ワシントン州シアトル近郊のグラナイトホールズに移転した。 グラニットホールズにはもともと、アメリカ人、キ機動家、ローレンス、孔一、バリッシュが1992年に建立し、偶児を務めていたカンナ神社があり、その社殿に潜座している。カンナ神社の隣に、正式な社殿を造営した。このローレンス、孔一、バリッシュは、日本の椿大臣社の勧めで1995年に、日本の正式な神職の資格を取得し、 アメリカ椿大神社では礼儀を務めている。初詣や春秋の礼大祭、753など神社としての通常の役割を果たすほか、日本文化発信のため、合気道大祭や浸透セミナー、地元の祭りへの参加などをしている。ありがとうございます。